もこんにちは、こんばんは、おはようございます。大魔王オーマーデジャってことやな。サムライソード羽根付きを、チェンソーマンコラボのキャラクターだけでやっていきたいと思う。今回のチェンソーマンのなコラボ、全部揃ったので、なので、ガチャキャラほぼ全部と、まあ入ってないのはあのこの中でいうとマキマだったらマキマは外してあります。言葉的にまあしかないのでな、まあ全然入れて全然いいんじゃが、その代わりこの塔を、トマトの悪魔を入れてる感じじゃん。なのでそうすればあの4枚4枚になるので、場面でな事故ることが少し、減る感じになります。ということでやってみよう。あと弱体と汚染が食らわないので、汚染だったら結構弱体だったかな。あと改造も食らわないので、もうただ置けば勝てるみたいな感じになってるぞ。剣こう発光サイン、これでこう。よし。で、チェンソーマンの、コラボのキャラクターは、だいたい、ポンポ、プラゼン、Q で、集合技になる感じになってる。なので、2文字しか繋がんなかったとしても、9文字、ポンポになれば、無視技になります。そしたら、どこに、こうやって真ん中と、オーバーにして、検討、視点、で、技になっても9コンポで仕事が見えます。獲物の下流のほどに死にます。さっさと殺しちまうか。そうか、けど5文字とか6文字にしたらダメージは多分入るんだ。どうしようかな。方向点。まずここにこう入れて、方向点にしようか。方向点で、これで、赤がないじゃん、これ。箱と並んでな。箱見て、これいいや。あと半分ぐらいかな。そしたら、ひどくてか、これ3は真ん中に置いて、この高3にして、高3、1、どっちにしようかな。次は、歯にしよう、箱。ということが、ちょっと。俺たちの日常を壊すやつは騎士だ。
れで決まるかな。私の罪を上げるから。こうしての罪だ。じゃあ止まってる。勝負じゃ。よし、決まった。やっぱり適正キャラなんだな、全部。かなり戦いやすかった。ということで、今回はここまで。大魔王、大魔刑事がお送りしました。チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いします。バイビー。